はみ出しクリエイティブ。はい、どうもざわと申します。はみくり実況続きからやっていくんだけど、ちょっと冒頭ね、珍しくちょっと注意というか、お知らせみたいな話になっちゃうんですけど、まあ、個人的に、まあ、某ヒロインと言っておきましょうが、まあ、そこがねちょっと受け入れられない部分が結構多いので、もしかしたらそのヒロインのルートだけ行かないとか、あとはこれが続くようだと途中でねこの実況自体、突然終わってしまうという可能性もあるので、まあ、いやいや続けてもね、意味がないんで、まあ、実況でね楽しくできなかったらね、なので、そこだけご了承いただけると嬉しいです。ということでじゃあやっていきましょう。おーにーおはーおはー、みんな心の準備はできてって、塩ぽよいるじゃん。うん、はい、もうちょうど俺もね起きて間もないからね、オファーなんだよな行きます。お邪魔してます。誰だか分かりにくいもので、できれば彼らの前では塩と呼んでください。あれ、この空気だと塩ぽよがヒヨリンの代わりに手伝ってくれる話もうみんな知ってる感じ。お、あ、ヒヨリさんが言ったのかなんでミリさんが知ってんのって話だけど、ミリさんは頼まれてもあだ名呼びをやめなかった。塩先輩が塩ぽよ、ぽよって何？確かにぽよってなんだ、まあ、あんまり意味はないんだろうな。今まさに塩先輩のヘルプの話をしていたのですが、つい先ほど決まったばかりの話をなぜミリさんが知ってるのか、こちらが聞きたいです。昼休みにヒヨリンが来て、急な仕事が入って放課後参加できません、ごめんなさいって謝りに来たし、その時聞いたみたいな。なるほどね。ああ、ヒヨリがミリさんに説明してくれたんだ。俺は塩先輩に頭を下げたりなんだりですっかりミリさんへの報告を忘れていたよ大事だぞ。その後また話が二転三転して、塩先輩の手助けはなしで俺たちだけで仕切ることになりました。先輩は見学だけしていくそうです。なんで塩ぽよだけ仲間外れにするのやめなよ、ちゃんと仲良くしようまあ難しいなこの状況。まるで私が仲間に入りたがっているかのような。だって昨日は私たちだけで何とかするつもりで話し合いしたのに、塩先輩にそれ全部無視されたら悔しいじゃないですか。え、そういうノリ？うち揚げ水はなんだけどマジマンジなん？なんて目的語ってご存知です？とにま自分たちで何とかするってことでしょ。偉くない？それならもう他の学校の先生方呼んできちゃっておけまる？ああ、もう来てるんだ。え、もうおけまるです。あ、でもその前にトイレ行きたい。ともすけよえお、俺がお出迎えする感じでいいんですよね。急いで済ませてきます。あー、お腹痛い。大丈夫か。でも先輩にはここで待っててもらった方がよくありませんか。うん、一番上の立場の先輩がお出迎えするのもおかしいのかなって。私が行きます。大丈夫っすか、あすみさん。ちょっと今過敏性腸症候群的な感じで主人公今お腹痛くなってるけど、頼んじゃっていいんですか。あすみさんだ、いける。錦さんを他校の男子と会話させたくない。構わない、俺が行こう。大丈夫かお前。それを素で言っちゃう、あんたすごい。割と、人格疑うレベルで結構すごいよね。彼女は窓口担当に適任だと思うんだが、いや私もまだほんの数回言葉を交わしただけだが、それでも彼女は人当たりがすごくいいと思う。人当たりが良すぎるんだよな。スミピー、男子の免疫ないらしいよ。苦手なんだって。スミピー、スミピー誰？ニシキさん。親密度を高めたいから俺もその呼び方真似していい？いや、スミピーはきついだろ。男子が苦手なんだって。それは美味しん？いや、大変だ。なんてこの人本当にユリ的な趣味ないよな。いえ、そんな話せないほど苦手というわけではないんです。ただ人によっては威圧を感じて怖いなという。まあね、男子にもいろいろいるからな。それでも恐怖心はあると。そんな彼女を守るために自ら率先して動くとは。泉くんは男気がある。少し見直した。単に処女性的な意味だと思いますよ。自分の恋人ならともかく、なんというかキモい。その通り。今回に限っては塩先輩ではなく時和が正しい。俺はキモくてもいい。錦さんに他の男子と会話してほしくない
なるほどね。仕方ないな。こんなキモい会長の印象を他校の生徒に植え付けるのも嫌だし、私が行ってくる。あら、行ける？リ、じゃあカナチン連れて行ってくるね。あ、時は止める間もなく生徒会室を出ていく時はを追いかけた。こいつもなかなかに男気のある性格だ。もうやるときはやるみたいな。何？まさか私まで他の男子と会話させたくないとか言わないでね。それもあるけど、その件とは別に時はって対人関係不慣れなんじゃ。ちょっと、ま、何聞き捨てならない発言をさらりと流そうとしてんの。うん、ね、なんで私まで泉の独占欲の対象？キモいキモい。だって俺ののかさんのファンだから、ののかさんと話せる俺にちょっと嬉しみ抱いてるところあるし。いや別に好きな絵師だからって特別視しなくていいけど、というかそういう意味、私というか絵師的な意味で。いやなんか可愛いな。別に自分を特別だとは思ってないけど、少し照れてる。時はくらい人気の神絵師なら特別師どころか神聖師されるのに慣れてそうだけど、面と向かって言われれば嬉しいものなのかな。まあ、なかなかこういう機会ないだろうしな。え、じゃあ私が他の男子と話してたら嫌なわけ？どうした、いきなり可愛くなって。嫌ではないけど気にはなる。そもそも私学園来ないし、誰かと話す機会ないだろうけど、ああでもね、これでもゲームの開発の人だとか雑誌の編集者さんだとか、イベントだと他のサークルさんだとか、他人との会話は慣れてるのね。おお、まあそれ仕事の上でのみたいなね。サイン会なんかも？ああ、顔出しの仕事は遠慮させてもらってる。万が一昔の同級生に見つかったりしたら嫌だし。まあ目の前のやつみたいな。なそれでも知り合いの作家さんへの挨拶は自分でするし、その中には有名な作家さんもいたし、それと比べれば他校の生徒会の人なんて全然緊張しない。私不登校ではあるけど、ゴミ部ってわけじゃないから安心して。おマジか、時はが平気だって言うなら分かった、お願いする。まあここまで案内すればいいだけだもんな。そうそう、それだけの仕事、失敗する要素ないし何の心配もないでしょ。じゃあ行ってきます。なんかすげえフラグみたいな感じだけど大丈夫？本当に。少年漫画好きの時はサムズアップしながら廊下の端へ消えていった。頼れる背中だ。ただ心配なのは、時は会話に慣れていると言っていたけど、あいつが慣れているのは本人の話を聞く限り開発の人だったり編集者だったり大人との会話だ。同年代の人間との会話には慣れてないんじゃないかななどと一抹の不安はあるものの、もう姿が見えなくなってしまったので、あとは祈るしかない。そうだな。なんか嫌な気配がしますけれども大丈夫でしょうか。鎌倉会長、会長を辞められてしまったんですか？どうした？おい、他校の女子生徒はどうした？他にやりたいことができた。うん、ありていに言えば飽きた。それと今は会長ではないよ。私庶務だった頃から鎌倉会長に憧れて生徒会長を目指したのに。そんなになの？そんな憧れてられる存在だったんだ。もう他校まで響くレベルですごいな。私などは間違っても目指すべき対象ではないな。それと今は会長じゃないんだ。この会議室へ人が入ってくるなり、塩先輩の人気を見せつけられた。まあでもよかったな、いることによってこうやって、まあ、あの塩先輩自体が話題になるから。ミリさんが俺の紹介をするよりも早く、制服の異なる数人の女生徒が塩先輩の元へ駆け寄り、子猫のような鳴き声を上げていた。まあ人気のって感じだな、本当に。その周りを、これまた制服の異なる男子生徒がぐるりと囲んでいる。塩先輩はまるでこの場の主役、さながら女王様だ。俺はその輪の外側、主役から最も遠い場所に立っていた。まさかあの鎌倉会長が会長職を退くとは。生徒会の仕事を全て一人でこなすという、生ける伝説と呼ばれたお人が。そこまでなんだ。まだ任期は終わってないのに、飽きたとは一体。もしかして後継者を育てるため。なんだか深読みをしてる輩もいるけど、言葉通りに飽きただけだよあの人。
他校の生徒会の前でどんな態度を取ってきたのかは知らないけど、千代先輩への信頼と尊敬は絶大なるものだった。まあ、それだけできる人だったんだな。言われてから考えてみれば、彼らは千代先輩の理不尽さも無責任さも知らないのだし、その仕事ぶりだけで彼女の人物を判断するのもうなずける。あれ、でも千代先輩、他校の生徒には下の名前で呼ぶように言わないんだ。みんな鎌倉会長と呼んでる。確かに。私、今日のシンポジウムで鎌倉会長と会えるの楽しみにしていたのに。またいつもの名演説が聞けると思って。演説、うわー、ハードル上がるなこれ。やべえな。鎌倉会長は賢くて頭の回転も早くて、何より美人で凛々しくて、それで仕事までできるのだから本当に素敵です。完璧超人と。美人のくだりは会長の仕事に関係あったか。いや、褒めてもらえるのは嬉しいんだが。千代先輩のことだ。こうした集まりでも大した才女ぶりを見せ、完璧な仕事を見せつけてきたのだろう。一人で全ての仕事をこなしてきたというのも英雄じみている。実際はただのわがままなのだけど、事情を知らない人間からすれば武勇伝に聞こえるのだろう。千代先輩がこれほど他校の生徒から支持を得ているとは完全に予想外だった。少し良くない流れだ。流れ良くないなこれ。そうなると次期会長はどんなやつだってなるからな。皆さん、お、その辺にしておきなさい。あら、なんか立ち絵ある子出てきた。なんかこの人か、例のなんかヤバそうなみたいな。そんな中、潮先輩を囲む他校生たちに輪の外側から声をかけた女性とがいた。まったく、美人だとか凛々しいだとか、生徒会長の能力とは関わりのない話を。潮元会長もそうおっしゃっているでしょ。ねえ皆さん。はい、申し訳ありません、大変失礼いたしました。うわー、なんかだるそう。またその女生徒がつかつかと歩み寄ると、モーセが海を割ったかのごとく潮先輩を囲む輪が左右に分かれた。一目でミリさんが言っていた近隣の生徒会のまとめ役の人だと分かった。彼女を見る他の生徒たちの目が畏敬を物語っている。それと彼女自身が容姿は素質に関係ないと口にした直後ではあるけど、潮先輩に劣らずお綺麗でかつお堅そうなその外見はいかにも生徒会長前としていた。確かにめっちゃヒロイン級だよな。いやあ、リリコさん、今日はお手柔らかに頼む。リリコさん、お手柔らかにも何も、生徒会をお辞めになったというのなら、潮元会長は今日のシンポジウムに参加されないのでしょう。もうなんかバチバチだな。ホスト役を務めるはずの生徒会長が直前になって一切を放り出すなんて非常識極まりありません。言ったれ言ったれ。よくのこのこと顔を出せましたね。もっと言ったれ。相手は真剣に怒っているように見えるのだけど、なぜか潮先輩は彼女に顔を向けるのではなく、俺を見てにっこりと微笑んでみせた。そういうとこだぞ。あの微笑みは今日の場を仕切る上でその人がラスボスだぞという意味か。確かに厄介そうな言動をしていらっしゃる。潮さんは以前から私たちとの話し合いの結果を無視して独断で動かれる方でしたので、一度厳しく注意しようと考えていたところだったんですよ。おお。それが最後まで自分勝手な行動の末に自分勝手にやめてしまうなんて。言ったれ言ったれ。どうしてあなたがこれほど慕われているのか不思議で仕方ありませんね。まあでもできるんでしょう。私自身も不思議だが、彼女たちの話を聞く限り生徒会長としての手腕と外見らしい。ありがたい話だ。多少は殊勝な態度を見せていただいても罰は当たらないと思いますけどね。こちらの女性はなぜか潮先輩に対してバチバチ敵外心をむき出しにしていた。過去に何かあったのだろうか。何があったんだろうな。まあ潮先輩のその本性というかな、だからそこら辺を知ってるんだったらまあこうなるのもうなずけるけど、ただ言ってることは全てもっともなので、心情的には味方したい。とはいえ彼女が潮先輩を敵視しているとすれば、俺は味方どころか逆にまあ敵になるわけだな。めんどくさいなこれ。それでシンポジウムに参加する資格もないのに今日は何のためにいらしたの。私の後継者を紹介するためだ。泉くん来てくれ。こちらはひじりりりこさんだ。りりりさんと呼んであげなさい。読みにくいわ。
聖リリコだから。やめていただける。そうするとは聞いていたけど、最悪のタイミングで紹介された。あなたがシオさんの後継者。いませんね、パッとしない男子で。ていうか攻略させてください、リリコさん。ちょっとメインヒロイン変わりませんか。泉です。あー、敵外心むき出しの彼女はもちろん、先ほどまで黄色い声を上げていた女生徒たちからも不審な目を向けられた。疑惑、穴取り、警戒、好意的な要素が一つもないのは逆にすごい。場所はホームのはずなのに完全アウェイ、関東諸省に小田原城を包囲された北条氏康のようだ。北条氏康ちゃんの声でやってようだな、これは。どうした泉くん、他校の生徒会の皆さんに挨拶しないか。千代先輩はつかつかと歩み寄ってきて、普段のだるそうな態度はどこへやら、親しげに俺の肩を叩いてみせた。あなたそんなキャラでしたっけ。まあフォローしてくれたの嬉しいな。いっそ僕くじ引きで選ばれた会長です、やる気ありませんと叫びたい。うん、しかしそれだとミリさんに迷惑がかかるし、残される時輪と錦さんが気の毒なので自爆テロはできなかった。今日はよろしくお願いします。挨拶は無難に済ませた。何の飾りもない、ただ味気ないだけの最低限の挨拶。途端に広がっていく落胆、呆れ、安堵の表情。俺という人間がいかに凡庸かを理解し、持ち上げる必要も一目置く理由もないと判断したのだろう。もうそれはそれで嬉しいな。いいんだ、人前で恥をかくくらいなら舐められておけばいい。こちらからは攻めず、相手にも攻める隙を与えない。これぞ俺の処世術、鉄壁の籠城策。ずいぶんあっさりとした挨拶だ。もう少し自分を主張すればいいものを。まあ彼はやるときはやる男だ。私からもよろしく頼む。どの口が言ってるんだ。親しげにポンと肩を叩かれた。なぜせっかく下げた株を持ち上げる。何せこの私に面白いものを見せてやると啖呵を切った男だ。期待しているんだ私はな。あー、この人、昨日俺が突っかかったのと、ついさっき不要扱いされたのを根に持っている？これはダメだぞ。この場に敵が一人増えたようなものじゃないか。喧嘩を売ったのは時輪と西。ん？時輪だけなの。西？潮さんの後継者。それでは泉さんも、潮さんに近い考えをお持ちと考えてよろしい？持ってるわけねえだろ。私は百合ヶ峰学園生徒会長。ひじりと申します。よろしくしてくださいね。え、ゆりがみね学園、男子禁制のお嬢様校で知られている学園だ。おお、偏差値が高いのでも有名で、確か70近くあったね。70。すごいな。それよろしくしてくださる、それともくださらない。よろしくお願いします。ポケッとして返事をせずにいたら、強めの語気で返事を求められた。うわ、こわ。リリコさんはかの有名な百合ヶ峰において、君と同じ学年ながら生徒会長に選ばれた才女なんだ。見た目も私好みで、才色兼備と言っていい。うん、この交流会の中でも統率力を発揮して全員から慕われている。いわば千玉市内の生徒会全体のリーダーだ。いや、見た目もいいしね、メロンもあるし最高だな。攻略できないんだっけ。なんか攻略ヒロインのなんかなかったな。おかしいだろう。おかしいだろう。こんなビジュアルいいのに。彩色兼備に全員から慕われているなどと、随分持ち上げられたものですね。ですが先ほど囲まれていた一字を見てもわかるように、私自身の才覚も皆様からの人気もどちらも潮さんには及びませんけれどね。どうしたん、なんか嫉妬してんの。ああ、この人潮先輩に負けたくない人だ。それも相当な負けず嫌いと見た。お嬢様、それも悪役令嬢のテンプレみたいな人だ。すごいぞ、こんな人日本に実在するんだ。確かに私たち全員潮さんにはだいぶ振り回されてしまいましたけど、あなたも彼女のやり方を踏襲するのか、私たちと足並みを揃えるのかは、今日この場でしっかりと見極めさせていただきますね。ねえ皆さん。ああ、もうなんかめんどくさくなってきた。まずいな。でもリリコさんあれだよな、こういうタイプのなんかお嬢様系のギャルゲとかだと出れるとむちゃくちゃ可愛いからな。
なんで攻略できないんだ。はい、見極めます。見極めないで。しっかりと見定めます。やめて。同調圧力の塊みたいな人だな。教育委員会とがっつりつながっている生徒会長がいるってミリさんが言ってたけど、間違いなくこの人だ。ひどい場合は委員会から指導を受けて生徒会が解散なんて言ってたな。もっとも苦手なタイプではあるね。うん、キラね。キラ苦手なタイプではあるけど、ここは悪役令嬢のご機嫌を伺っておこう。同学年ではありますが、生徒会に入りたての新米生徒会長として、いじり会長にはご指導を仰ぎたく。真面目か。あなたが首相な態度を心がけるのでしたら、私としても仲良くやっていきたいのですけれどね。いや、もう首相な態度をこちらは示していきますね。潮先輩は意外そうな顔をしていたものの、ひとまず悪役令嬢とのファーストコンタクトには成功した。意外にも潮さんみたいな高圧的な感じじゃねえと。千代先輩と聖会長のどちらにつくか選ばされたら、間違いなく初対面の聖会長側につきます。なあ、なんだって。私が何をしたというんだ。ええ、これは本音だったのだけど、かなり聖会長の関心を変えたようで、彼女はかなり満足げだった。もうどんどんちょっと持ち上げようぜ。聖会長持ち上げまくって、聖側につこう。しかし潮先輩や悪役令嬢と会話している様子がなぜか気に入らなかったのか、他校の生徒たちは露骨に不満げな表情を浮かべ始めた。わ、だるいな、周りがか。どう見ても冴えない顔してるけど、どうして鎌倉会長に気に入られてるの。鎌倉会長のお気に入りなんて聞いたことなかったのに。もうやばいって、やばいって、めんどくさいって、周りがみんな。挨拶もさえないけど、もしかして成績はすごくいいとか。運動ができそうな体には見えないけど、それか家がお金持ちなのかも。もうダメだこいつら、終わってるわ。どうして君たちはそういう話題を本人の耳に届く距離で話すの。不思議だ。現実はともかく、俺が潮先輩のお気に入りなら、その俺の陰口を言えば先輩から嫌われるかもしれないのに、そこまで考えないのだろうか。やつらはモブだ。というか他校の顧問たちも止めろよ。あんたたちの生徒が他の学園の生徒の悪口言ってるよ。ミリさんと楽しそうに話してないでさ。ミリさん美人だもんな。それ話したいわな。しかし俺の評価はさておき、うちの生徒会そのものの第一印象は悪くない様子だった。どう見てもクラスで一番レベルの、いや学年一レベルの見た目じゃないか、あの二人は。この学園の生徒会は役員を外見で選んでいるんじゃないかと疑うレベルだ。どうした。彼らの視線の先には他の二人の役員がいた。さすがに学年一は言い過ぎ。いや、時輪の場合は体のある一部の大きさまで考慮すれば学年一あるが、うん、メロンがな、すごいよな。素晴らしい。しかしその学年一クラスの、外見を持つ時輪が今何をしているのかといえば、何してんの。確かに。ところで噛むの、私噛んだのね。なるほどね。時は先輩、大丈夫です、きっとそんなの誰も気にして、みんな可愛いと思って流したんだろうな。後ろの方から噛んだって声聞こえた。うん、やだ、もうやだ。よし、じゃあちょっとよしよししてあげよう。ついでにちょっとメロンも。ああ、それは一旦忘れましょう。挽回の機会はあります。忘れるどころか、私の黒歴史として今後何度も思い出すやつだ。うん、あんな恥をさらすなんて、もうやだ、消えたい。時はは俺が懸念していた通り、いや俺の懸念以上に出迎え一発目の挨拶でやらかしたらしい。やったか。皆さん、今日はようこそおいでくださいませ。マジ、あ、でももうごめんなさい。遠路はるばる、ようこそおいでくださいませ。2回ね。あ、2回はやったな、これは。なんで私くださいましたが言えないの。ウッケる。カノチントリマ落ち着けしね。うちの役員かわいいでしょ。かわいいしょ。仕事だから焦っちゃってさ。う、役員、鎌倉会長の他に役員っていましたっけ。あー、なるほどね。この時は分かんなくて、でここで事実を知ったのか。
うちの生徒会代替わりして新会長になったんでよろ。新会長？あなたがそうなんですか？私は違うわよ。わよ出てるよ。違うわよ。わよ？何よ、何がおかしいのかしら。うん、いいから黙ってついてきなさいよ。かわいい。ついてきなさいよって生徒会室まで案内してくださるんですか？そうよ。そうわよ。超かわいいな。最後のそうわよはその場にいたミリさん曰くやや甲高い声だったらしい。もちろん全体的に早口。終始無言でここまで案内したらしい。生徒会室へ入ってきた時は耳まで顔を真っ赤にしつつまっすぐに俺の元へやってきた。一目でああなんかやらかしたんだなと理解した。慰めてやりたかったけど他校の人間がゾロゾロと入ってきたので俺もそれどころじゃなくなった。俺でも耐えられないほどの黒歴史だ。人目を特別気にする時はに耐えられるはずもなく。でもさ、あの土壇場でそうはよーみたいなさ言葉が出てくるのすごいよね。逆にここまでの惨状になるとは思わなかったけど、時矢は自分のコミュ力を過信しすぎたんだ。まあやはりフラグだったということだな。時矢は多くの大人と話して自分の会話に自信をつけてきたんだろうけど、彼らはきっとビジネスの相手として時矢を立てて接してくれていたんだよ。そうだな。じゃあそろそろ始めてパパッと済ませちゃいますか。スミピッピ進行よろ。なんて？スミピッピ？はい。これも元は時和の役目だった。彼女が行動不能になったのでミリさんが錦さんと相談して交代する形になった。おお。日和も時和もいないものとして考えなければいけないのだから、俺だって錦さんしか頼れる人間がいない。錦さん大丈夫か？1年生でなんかまあちょっと気弱というか、人前に出るのも久しぶりという後輩に頼るとか正気かこれ。それでは、うん、第25回血だまし生徒会連盟共同シンポジウムを開催します。もうマスコットだ。本日の進行は私たち血だま学園生徒会が務めさせていただきます。あーこれ癒されるなこれ。これいいな。私たち生徒会はまだ代替わりしたばかりで至らない点も多々あると思いますが、はい、何とぞご容赦いただければ幸いです。え、かわいい。最高だなこれ。めっちゃ癒されるな。いや、かわいいではなく、でもそれしか出てこない。かわいい。たどたどしくて慣れてない様子がめちゃくちゃかわいい。居並ぶ面々もこの逸材に気づいたらしく、ほうという、ほう息がどこからか漏れた。何のほうだよ。いや、わかるけど。懸命に頑張っているいじらしさ、それが作り物ではないと、作り物ではないと一目でわかるあどけなさ、言葉を紡ぐたどたどしさ、その全てが愛おしい。もはやマスコット。とにかく守ってあげたくて仕方なくなる添付の際、おそらく本人に自覚はないし周囲もそれと説明しづらい才能だ。もはや可愛さの怪物。やるじゃないか。なんだお前は。あなたは何を認めているのですか。なぜ感心した風の口ぶりなのでしょう。わかるけど。千代先輩をはじめ他校の生徒も錦さんは温かく見守っている。立ち込めていた不穏な空気が少しだけ和らいだ。ただ一部にムッとしている女子生徒が数名いた。世の中には同性の人気をやっかむ輩が少なからず存在する。錦さんは懸命に仕事をしているだけなのに。本日の議題は不登校についてです。うん。お手元の資料をご覧ください。周りうるせえな。この資料は前会長が用意してくださったもので、どの資料だったかな。少々お待ちください。ダメだ、可愛すぎる。もうフォローしたい。少し慌てた様子で資料の中身を確認する錦さんの姿も実に可愛らしいものだった。真面目にやってください。お？が、いや普通に今やってたけどな。何が嫌だったんだ。露骨なまでの嫉妬という横槍が刺さった。錦さんはその時点で固まってしまった。だから至らない点も多々ありますがご容赦くださいって。しかも錦さんは急に進行を任されて内心では混乱しているんだ。
そんな事情を注意した側が知る由もなく、また気遣ってくれるはずもなく、ふんと鼻を鳴らされた。私は当然の注意をしただけですよと言いたげな態度だ。ごめんなさい。いえ、申し訳ありません。錦さん、俺が代わろう。議事録を頼む。それまで自分が書き留めていた議事録を渡し、司会の交代を申し出た。錦さんは今にも泣き出しそうな上目遣い、超可愛いで俺を見上げた。よし頑張ろう。もう錦さんのために全てを尽くそう。こんなに可愛い俺の錦さん、なんてん？え、みんなの錦さんを追いなんて、追い込みやがって。今こそ彼女を守る時だ。大丈夫、今の流れ的には錦さんが責められたことで、特に男子生徒は俺たちへの同情の色合いが濃い。無難にこなすんだ。台本を淡々と読み上げるだけでいい。ごくりと唾を飲み込んだ。お手、ん声が上すった。お手って何。我が人生最大の不覚、トップレベルの黒歴史、緊張感が張り詰めた空間での強烈な大失態に数人が同時に吹き出した。それ吹くわな。お手ってなんだ。最初は遠慮したのか口を抑えていたものの、耐えきれずに何人かがごほーっと息を漏らすと、ほぼ全員が明確に笑い声を発した。もうコントやん、これも。男子生徒に比べればまだマシだったものの、女子生徒たちもクスクスと笑い声を立て、中にはやだーと口にした他校の生徒会長もいた。完全にいい晒し者だ。分かってたよ。やっちゃいけない場面でやらかすコミュ風なんだ。ここで無難にこなせるのなら、俺はもう少し世間とうまくやれている。例の悪役令嬢ですら口を手で押さえ、おい。塩先輩は机に突っ伏し、笑ってるな、やつは。ミニさんは悶絶して苦しんで、悶絶すな。フォローせ、フォロー。他校の皆さんや先生方は言わずもがな。君は大物だ。全然大物じゃないよ。うちの会長愛嬌あるでしょ。生徒会活動だって楽しくやんなきゃでしょ。うん、うちらこんな感じで毎日楽しくやってますみたいな。なんかもうバカみたいになってきたな。フィリさんがフォローしてくれているけど、尊厳的なものは粉々に打ち砕かれたけど、黙っていてもこの会が終わるわけでもない。俺が進行させなければ。まだ笑い声が収まらない中、時輪と錦さんは顔をうつむかせて耐えている。おい、錦さんは耐えるな。変わってあげてるんだから。ちょっと不安そうな顔で見てくれ。不安そうでいいから。不甲斐ない会長のせいで、二人にまで恥をかかせて申し訳ない。失礼しました。お手元の資料をご覧ください。あ、お手ってそういうことね。お手元ってことね。前会長が調べてくださった、千玉市内の不登校の生徒の割合が記載されています。なんとかミリさんが用意してくれた台本を読み上げると、ようやく他の参加者たちもシンポジウムに意識を戻してくれた。声が上ずったのは一生の不覚だったけど、それが全てマイナスになったわけでもない。周囲から受ける威圧が柔らかくなったし、俺自身どうにでもなれと腹をくくれた。そんな中、必死で進行を務めていたら、時輪が机の下で俺の膝へ手を乗せてきた。え？どうした？続いて錦さんまで手を伸ばしてきて、俺の膝頭をギュッと握った。うわー、幸せじゃん、そんなん。二人の女の子から人前で足に触られるって、これはどんな羞恥プレイだろう。うん、それ幸せプレイや。それでは、各生徒会のご意見を伺いたいと思います。まずは、ゆりがみね学園の聖会長から。ゆりがみね学園では、不登校の生徒は自己責任によるものとして、自主的な転校を強く進めます。転校？当学園には不登校の生徒を満足に学ばせる環境がないためです。まあそりゃレベル高いからな、まあ、ついてこれないなら転校してくださいって話か。昨今は弱者に寄り添う姿勢、理解する社会が求められていますが、うん、先生方や私たち生徒会のリソースは日頃から努力している生徒たちのために割くべきです。なるほどね。登校できる生徒と登校できない生徒を一緒くたにするから片方へのしわ寄せが来るのです。不登校の生徒は不登校の生徒だけを集めた学園を用意すればよろしい。あー、先民思想か。あー、ダメだこれ。リモートスタディなどの回線の充実を市に依頼し、不登校の生徒のフォローを私たちがしなくて済むよう、問題にすらならないような環境づくりを目指しましょう。もう完全に貴族社会を作ろうとしてる。
のっけからめちゃくちゃ攻撃的だった。正気か？私個人の感想を言えば、投稿するかしないかは自己責任ですから、教育を受けたければ周りに甘えず自分で這い上がっていきなさいという気持ちもあります。落ちた生徒は落ちるところまで落ちて、うん、それからどうするか決めればよろしいねえ皆さん。いやなんだねえって、もうこいつもダメだもうダメだそうか、そういうタイプか。あ、じゃあもう攻略しなくていいわ。はい、不登校は自己責任です。大変参考になるご意見でした。うん、もうダメだ、遠巻きも取り巻きもダメだ。同調圧力の主のような人が攻撃的だったため、以降は不登校の生徒に不寛容な意見が続いた。持ち込んだスピーチ用の原稿をこの場で書き直している生徒もいたちょ、最初に振る相手間違えたな。まあでも振らざるを得ねえか。中にはより攻撃的な意見も飛び出し、居心地の悪いまま時は流れ、やがて時刻は、5時50分、閉会まであとわずかだ。結構でも夕方なんだな。ミリさんから聞いた話によると、参加者の誰もがさっさと帰りたいようで、質問や討論などは行われないらしい。つまり俺が閉会しますと言えばこの場が終わる。そんな時、ふと視界に塩先輩の顔が映った。ニコニコと、いやニヤニヤと微笑んでいる。なんだろう、俺が何か言い返すのを期待しているのだろうか。いや、いいだろう。何でもいいだろ、こっちは。そうしたい気持ちはあるけど、他校の生徒会を解散させるような人に目をつけられるわけには。反撃を断念し、閉会の言葉を口に仕掛けたその時、俺の膝を握る二つの力がギュッと強まった。え、どうしたの？あー、そうか。ちょっと、言われっぱなしは嫌ですと。泉。うん。いや、可愛いな。なんか言うしかないな、こんな命されたら。時は、そして錦さんから強く膝を握られた。二人ともうつむいているけど、言わんとしているものはわかる。あー、そうか。でもあれなんだな。プライドあるんだな、この二人には。なんか、前から思ってたけど。うん、特に時はさんな。現在進行形で不登校の二人は、この時間、二時間針のむしろだっただろう。ただでさえ恥をかいていたたまれないのに、間接的にネチネチと攻撃を受け、まあ、嫌な時間だっただろうな。そこでふと気づいた。時はの性格を考えると、ここで何も言い返さなかったら放課後すら登校できなくなるのでは？言い返したら生徒会解散に怯えていたんだけど、言い返さないと生徒会解散の方が可能性高いのかもしれない。錦さんだってだんまりの俺をどう思うかわからない。なあ、そうか。日和の単位さえ確保できればいいと考えていたけど、時はと錦さん、この二人以外で俺の生徒会に入ってくれる人間なんてきっといない。大事な役員だ。何より時はは俺の教え師だし、錦さんは俺の天使だ。ここでお別れになりたくない。まあでも言い返すにしてもどう言い返すかだよな別にまあなんだろうな、言ってることは間違ってはいないというか、まあそのレベル高い人たちはレベル高い人たちでつるんでくださいみたいなね。まあ合わない人は、まあ、転校はちょっとね言い過ぎかもしれないけどみたいな、ところで、まあ、まあそこら辺か。じゃあどうするみたいなところはあるけど、ほんの少し聖会長の機嫌を損ねないように言い返そう。自分の考えをはっきりさせるだけなら彼女も怒りはしないはず。本日は拙い司会にお付き合いいただき誠にありがとうございました。皆様のご、貴重なご意見興味深く拝聴しました。最後に僕からの感想を申し上げますが、僕は以前不登校だった時期があったので、聞いていて耳の痛い、そして胸の痛む意見もありました。自分が不登校であった過去を告白すると、居並ぶ生徒会長たちはほうという顔をした。少しでも同情してくれれば言い返しやすい。当時引きこもりだった人間から言わせてもらうと、家に来られたり授業出てない間の勉強の面倒を見てもらえたり、やっぱありがたいもんです。ただまあどっちかっていうと、いざ登校した時の動物園のハシビロコウを見るような空気が困るというかいや空気困る言われてえもんみたいなところあるけど、当たらず触らずで完全スルーしてくれるならいいんですけど、変に遠巻きから眺めるというか、あのぎこちない緊張感が無理です。何が言いたいかというと、2、3ヶ月かそこら休んだくらいなら、あいつ今日は来てんのねくらいの認識でいてほしいわけです。なんで普通に過ごしてる側が気を使わなきゃいけないんだと思われるかもしれませんが、不登校側も普通に接してくれればそれでいいという話です。
なんとか登校を再開しようと頑張っている人間もいるので、もう少しだけ寛容になっていただければ嬉しいなーなんて。なんか可愛いな。どうしたんいきなり。そんなに、ほんの少し寛容さを求めただけでものすごく悔しそうにされた。すごいな、聖会長。同調圧力の鬼だ。悪役令状ここに極まれる。私も泉くんの意見に賛成だな。あら、しおさん。私の側につくと言っておきながら、土壇場でしおさんに寝返るなんて悔しい。しかも最悪なタイミングでしお先輩が燃料を投下してきた。まあ、あなたの意見がちょっとキツすぎるっていうのがあったな。というか俺がしお先輩に同調したのではなく、しお先輩が俺に同調したんですけど。そもそもまだ意見どころかほんのちょっぴりの感想しか言ってない。私も不登校がちな人間だからな。おお。まるで自分がこの学園にもこの町からも不要だと言われているようで。絶対嘘だな。聞いていて腹胸が痛かったよ。絶対に嘘だなそれ。今腹が痛いって言いかけた。さては面白がっているな。鎌倉会長がそういうの。もうダメだ周りのやつらは。もう自分の意見を持ってね。私たちだってそうなる時が来るかもしれないし。うんね。できれば登校再開させてあげたいよね。どうした突然。かわいい。なんだこの異常な可愛さ、リリコさん。しかも塩先輩のファンたちがこちらへ同調し始めた。同調圧力の鬼には耐えられない屈辱だろう。ああ、この流れを何回も繰り返して塩先輩と仲悪くなったのか、聖会長。いや、リモートスタディなどの施策は大変素晴らしいと思いますが、やはり登校しなければ参加できない学園の行事などもあるわけで。例えば文化祭とか。よし、決まった。おお。泉会長は不登校の生徒代表として文化祭でここにいる全員の耳に噂が入るほど面白いものを見せてくれるらしい。やめろ、言ってねえ。しかし塩先輩がそう決めてしまった瞬間、時和が頭を上げ、錦さんが俺を見上げた。不登校の生徒を拒否した生徒会長たちの花を明かしたいと思っている。文化祭頑張ります。前会長としてこれほど立派な宣言をする新会長に工事を託せて実に喜ばしい。うん。今年の9月を楽しみにしているよ。まあ、文化祭頑張るのは生徒会長じゃなくて生徒たちだけどな。どちらかというと。まあまあまあね、まあ、生徒会も頑張るだろうけど。これだけ大見得を切った泉会長の仕切る文化祭楽しみにしていますからね。いやはっきりと宣戦布告をされた。大見得を切ったのは塩先輩で、俺は聖会長に敵対する意思はなかったのに。まあでもさ、文化祭ってなったらさ、こちらの領分じゃない。ねえ、こっち神絵師とねえ、もう声優とちょっと謎のね、可愛い女の子がいるわけで。でも逆に言えば文化祭まではこの生徒会を解散させたりしないってことだ。その時点で日和の単位と出席日数を確保できてればいいわけで。棚からボタ持ちでは。泉、言い返してくれてありがとう。嬉しかったよ。よし、トキワルートから行こう。戻ります。トキワルートからなら全然いけるな。先輩、私先輩のために協力します。うん、アスミさんはとりあえず、マスコットと目標が定まり、それによってこの二人が今日の悔しさを忘れられたのならそれも良かった。文化祭まではあと3ヶ月あるし、前向きに取り組もう。良かった良かった。以上をもって今回のシンポジウムを閉会いたします。皆様、長い時間お付き合いいただきありがとうございました。時間を見たら6時ちょうど。途中は時間を長く感じたけど、最後の10分は体感1分の速さだった。まるでアニメのようだ。面白いアニメのようだ。体感3分。ミリさんにはうちが行くからいいよと言われたけど、お客様を昇降口までお見送りした。生徒会室に残って時和と錦さんのケアをすべきかとも考えたけど、これも仕事の一環だと思い、おもてなしを優先した。するとそのお見送りに塩先輩までついてきた。彼女の場合お見送りではなく、単に自分も一緒に帰るためだった。それではごきげんよ、塩さんも。ああ、ごきげんよう。
また9月に。もうこの二人どっちも好きになれねえや。いじり会長は最後まで俺を睨んでいた。あそこまで露骨な態度を見せているのに、あの学園の生徒会顧問はなぜ注意をしないのだろう。いや、できないのだ。できないだろう。私もか。うん。リリコさんの中で私よりも泉くんの存在が上位になってしまったな。それは嬉しいな。まああなたよりはリリコさんの方が好きだな俺。他校生の皆様をお見送りした後も塩先輩は俺の隣に立っていた。なんだろうと思って顔を見てみればまたしてもニヤニヤしている。君はなかなか好戦的な人間だ。他人が他人に喧嘩を売る姿は見ていて楽しい。いや、いい見せ物だった。間違っても喧嘩は売ってませんよね。普通に感想述べただけなんですけどね。彼女の性格を分かった上で言い返したのだろう。それはもう喧嘩を売ったも同然だよ。まあでもギュ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 がねちょっと可愛かったんでよかったです。理不尽ではあっても彼女はそういう人なのだから。彼女の言葉に対して脳を突きつけられる人間は少ない。まあ確かに。この顔いいよな。言うほどノーだったのかなと思いつつ、心情的には言い返そうと思って言い返したのだから、塩先輩の言う通り、俺は喧嘩を売ったのかもしれない。過去にソシャゲでも似たような流れで同調を拒否し、ギルドを追い出された。ただソシャゲは顔を合わさずに進むけど、現実では聖会長が目の前にいたから、言い返す難易度は今日の方が上だ。まあでもよう言ったよな。まあでも周りのね、こういう目があったから。まあこの二人のね気持ちもあったし、顔を合わせる以外ではあともう一つあの時の違いがあるのは、俺にも味方がいたことだ。時はと錦さん。あとは声が裏返った時は笑わせてもらった。くじ引きの剣といい、君の人生は私のお腹を刺激する。帰れ。もう帰ってくれ頼むから。もう一瞬だけ忘れかけていたのに。私は別段君という人間に興味はなかったんだが、うん、人前で赤っ恥をかく姿はなかなかにそそられた。私は人の困っている顔を見るのが好きなんだ。だろうな。とりあえずもう二度と出てこないでくれ。何知りたくもない性的嗜好を告白してるんですか。しかも俺をその対象にしないでください。でも君、年上の女性にからかわれるシチュエーションとか好きだろ。まあからかわれながら、まあ、足で攻められるシチュエーション絶対好きだろうな、この主人公。嫌いではない、嫌いではないか。だけど、己の性的嗜好の暴露ははばかられたので、肯定も否定もしなかった。つまりは、俺が塩先輩をそのシチュの対象にしてもいいと。君の妄想を飛べる術が私にはないからな。まあな。好きにするがいい。その内容は詳細に告白されても困るが。ただの変態だよそれ。太もも顔で挟んでですね。肉親兼教師が隣にいる前で正気か。正気です、この主人公。うちは友助にそんな趣味あったんだ、うん、へーって新鮮な気持ちで聞いてるけど、煽ったのは塩ぽよだし、塩ぽよが本気で嫌がったら止めるけど。まあミリさんの胸で挟まれるみたいなのも OK ですけどね。いえ、私も少し興味が湧いてきました。おお。人はどこまで低俗になれるのか、落ちるところまで落ちた彼を見てみたい。もうやばいよ、一度でいいから踏まれてみたい。ギャン受ける。トーモスケ、それは決めんだけど。私もだんだん面白くなってきたぞ。もうなるな。話の内容ではなく、肉親の前で性的嗜好を打ち明ける君が、後になって悔やむやつだこれ。引くなら今だぞ。こいつね、あのこの主人公ね、もう全然そういうところ引かないですからね。いっそこうして塩先輩に観察されるのが一つの性的嗜好ですよね。半ば哲学になりますけど、見下されれば見下されるだけ愛を感じる。愛だけにてへっ。お兄ちゃんごめん、もうシンポジウム終わっちゃったよね。本当にごめん。はい、ということで日和さん、もう今すごい気持ち悪いことをお兄ちゃんが言ってたところでしたけども、はい、次回はい、この後どうなるのかというところで、お楽しみに。それではバイバイ。